新女神転生5日めくり悪魔動画、本日は国つかみをお届けする。串灘姫、今後ともよしなに。日本神話の女神、八姉妹の末娘として生まれるが、すべての姉をヤマトノオロチへの生贄として失う。自らも生贄となりかけたが、ヤマトノオロチを退治しに来たスサノオによって救われ、後に彼の妻となったという。次回は妖獣を紹介、お楽しみに。